ッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。まもなくエキシビションマッチが始まります。ジュビロ磐田対横浜マリノス、生中継でお送りいたします。遥かなるアドリア海を思わせる青いユニフォームが印象的です。ジュビロ磐田、まずはジュビロ磐田スターティングメンバーをご紹介します。アレサンドロ、中山、七海、藤田、奥、ドゥンガ、服部、鈴木、福西、アジュンソン、大神。続いて横浜マリノススターティングメンバーをご紹介します。川口、井原、小村、鈴木、ガヤ、上野、三浦、野田、バルディビエソ、ジョウ、サリナス。さあ、まもなく熱戦の幕開けです。パスを回してますね。バルディビエソ、波状攻撃か。アレサンドロ、ここでシュート、そしてシュート、バルディビエソ、ディフェンダーかわして左サイドに流して、野田、いい形だ。中山、奥、さあここから、ジョウ、アレサンドロ、バルディビエソ、波状攻撃か、シュート、ゴール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 、ジョウ、いい位置取りだ。マリノス先制のゴール、声援鳴り止まず、素晴らしいプレー。さあ、気になるシーン見てみましょう。中盤のチェイシングがいいぞ。一人で持ち込む、シュート、オムラ、ここで笛です。前半終了、マリノスリード。情報で参りましょう。本日の入場者数が10万トンで8000人と発表されました。立ち見のお客さんが通路にひしめき合って場内騒然としております。中盤でボールを回しています。パスをつないでチャンスを伺います。スピードに乗ってドリブルと、素晴らしいオーバーラップだ。アレサンドロ、バルディビエソ、シ
シュート、ゴー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 、サリナス、やりました。マリノス追加点のゴー、サポーター大喜びでしょう。さあ気になるシーン見てみましょう。パスを回してますね。小村、上野、三浦、左のオーバーラップを使うか。シュート、これは正面。0対2、マリノス勝ちました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。残念ですね。でもこの試合の模様は今晩7時からの KCE TOKYO ハットトリックにてダイジェストでお届けする予定です。お見逃しの内容をお願い申し上げます。実況担当はジョン・カビラでした。それではまたお会いしましょう。 Everybody Have a nice weekend.